ユースフ R6 ユースフ R6 はヤマハ発動機が製造を発売している輸出市場向け4ストローク 600cc のオートバイである。ヤマハの 600cc クラスのスポーツマシンとして1998年のインターモト98で発表され、その後年末に発売されている。ユースフ 600R サンダーキャットの実質的な後継車種にあたり、 前年に発売されたユースフ R1 の技術、設計思想を取り入れて製造された。2003年2006年2008年モデルでフルモデルチェンジを行っている。2001年モデルでは LED 方式のテールランプを2006年モデルでは電子制御スロットルを2008年モデルではマグネシウム製。 リアフレームをそれぞれ量産二輪車としては世界で初めて採用するなど先進技術を積極的に投入している。1997年から開催されているスーパースポーツ世界選手権では2000年にチャンピオンマシンになり欧州市場における 600cc クラスミドルスポーツマシンの市場開拓に貢献した。2012年現在日本国内向け仕様は発売されていないため ベース向けに毎年台数限定で行動用部品を取り外したベースベース車が発売されている。ありがとうございます。